神戸市と台湾のスターラックス航空は、来年4月から神戸空港で国際チャーター便の発着を始めると発表しました。神戸市の久本市長は今日台湾のスターラックス航空と共同会見を開き、神戸空港での国際チャーター便の就航計画を発表しました。 運航路線は神戸空港から台北と台中を結ぶ2つの路線で台北へは週3往復台中へは毎日1往復と合わせて週10往復を予定しているということです神戸空港での来年春からの国際チャーター便の就航計画を発表したのは韓国の大韓航空 ベトナムのベトジェットエアに次いで三社目です。神戸経済にももちろんプラスの影響があると思いますし、この関西ではこう二番目のあのここここにまあ玄関口ができるということは関西全体にもこの観光観光は。 インバウンドだけではなくてアウトバウンドも見込まれるそれからビジネスの交流にもつながっていくということで大変期待ができます国際チャーター便を受け入れる新ターミナルは来年4月18日にオープン予定で神戸市は2030年をめどに国際定期便の運用を開始する予定としています。